モイセス・ウルタード・ペレスは、スペイン・サバデー出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。RCD ・エスパニオールの下部組織出身。2001から02シーズンの最終戦で、トップデビューしたが、その後もしばらくは、B チームでプレーした。2004から05シーズンは、西軍ダ・ディビジオンの SD ・エバルに、レンタル移籍し、2005年夏に、 エスパニョールに復帰してからは2009年までの3年半の契約を結び直した。2005から06シーズンはリーグ戦14試合に出場し UEFA カップの US チッタディッパレルモ戦ではゴールを決めた。2006から07シーズンの開幕戦セルタデビーモ戦でプリメーラディビシオン初得点を決めた。同シーズンには12枚のイエローカードを受けた。 UEFA カップでは準決勝のベルダーブレーメン戦ファーストレグで先制点となるヘディングシュートを決めた。2試合合計5から1で決勝に進出し、スコットランドのハムデンパークで行われた試合に臨んだ。惜しいミドルシュートを放つなどしたが、68分にアレクサンドル・ケルジャコフへのファウルで2枚目のイエローカードを受け、退場処分となった。 クラブは延長戦をび PK 戦の末に、セビージャ FC に敗れた。2007から08シーズンは34試合に出場したが、前シーズン同様に12枚のイエローカードを受け、翌シーズンも同じ枚数のイエローカードを受けた。2010年8月下旬、エスパニョール時代の恩師エルネスト・バルベルデ監督が、率いるギリシャスーパーリーグのオリンピアコス FC と3年契約を結んだ。 2010から11シーズンはリーグ戦18試合に出場し、クラブは優勝を果たした。2011年8月31日、グラナダ CF に移籍した。2013年2月1日にジローナ FC へ加入。翌シーズン終了後、クラブを退団することが発表された。ありがとうございます。